皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂井敦です。今日は8月6日月曜日ですね。7月暑かったです。本当にもう僕はもう汗が止まらずに何回も何回も着替えてもうすっごい大変な7月でした。8月はね、秋が早く来るとか言ってますけど、そうなったらなったで夏らしさもねいいなと思うし、まあわがままですよね。今日ご紹介するお料理は、トマトを使った、グラニテかき氷状のものですね。ご紹介します。材料がこちら、普通のトマトで、甘みとあのトマトの青臭さを消すのにリンゴも加えます。それからライムの爽やかさと、蜂蜜、これは僕が信頼している豊川の養蜂家榎本沢子さんの蜂蜜、生蜂蜜ですね、非加熱です。で、昆布水、塩分濃度を高めた昆布水ですね。生姜アクセントで加えます。で、混ぜる、まずあのトマトジュースのようなものを作ります。トマト、もう皮も種もついてます。リンゴも皮がついたもので、昆布水は、まあ、トマトの水分の状態などによるんですが、今日の分量だと 30cc 入れましょう。これは塩味の代わりですね。それから蜂蜜もね、あの 10g から 13g ぐらいで今レシピ書いてますが、あのトマトの甘さが個体差がそれぞれありますので、それを見て、甘すぎてもなんかよくわかんないですし、こうトマトサラダがかき氷になったみたいなイメージで作っていきますので、食べやすく、夏バテして食欲がない時も美味しく食べれるように。でミキサーでピューレ状にします。これでいいです。形があんまり滑らかじゃなくて、ザラザラ形が残るぐらいでいいですね。これを、保存袋、ジップロックに移して、でここにですね、ライム、これライムの果肉ですが、こう出来上がりに食感を感じられるように少しほぐしたもの、刻んだもの、しかし生姜、新生姜の甘酢漬けですね。ピクルスです。うちのお店でサロンイナシュベで漬けておいたものをみじん切りにして、空気をできるだけ抜いて、口を閉じましょう。でこれで冷凍庫で3時間ぐらいで固まりますね。固まったら麺棒で砕いて仕上げていきます。カチカチに凍りましたので麺棒で砕いていきましょう。このようにかき氷状、グラニテになってますので、さらにフォークなどを使ってこう押しつぶして、かき氷状にしていきますね。このまま食べてもね、味気ないですから、トマトサラダ風に仕上げていきます。
フルーツトマト、水牛のミルクから作ったモッツァレラチーズですね。エキストラバージンオリーブオイル、黒胡椒、それからかき氷ですね。はね、ヤローというハーブですね。はい、トマトのグラニテサラダ仕立ての完成です。はい、では試食していきます。美味しいな。これラフロワーゼで出そう。美味しいな、これいい感じですね。あのリンゴの隠し味がこうすごくこうなんていうのかな、爽やかさを、うん、あとこうライムや生姜があの所々でこう噛むたびに、まあ、生姜が香ったり、ライムの酸味が、刺激したり、いろんなこう複合的なこう一皿になって、サラダと言ってもおかしくない、お料理に仕上がってます。トマトとモッツァレラにこのトマトのかき氷をかけてトマトサラダに仕上げましたが、例えば、白身魚のカルパッチョとかタコブツとか、相性のいい魚介類もありますんで、生ハムと食べても美味しいと思いますね。いろんな食べ方、このトマトのかき氷を作って、お試し、いろんな食べ方をお楽しみください。終わる前にですね、告知だけちょっと、今日8月6日ですね。8月11日から18日まで、サロンイナシュベ、ここサロンイナシュベと、東桜にありますラ・クロワゼという立ち飲み屋さん、椅子はありますよ、椅子はあるんですけど立ち飲み屋ですは、お盆特別営業します。通常ですね、サロンイナシュベは1日1組、完全貸し切りのプライベートサロンとして、フランス料理をご提供しているんですが、その日に限りですね、その期間に限り、1杯、1品から、ご注文いただける、お気軽なお値打ちな企画になってますんで、フラッとお立ち寄りいただいてもいいですし、何月何日何時頃行くよってご連絡いただければお席も用意しておきます。でラクロワゼも、立ち飲みスタイルのビストロ料理なんですが、その日はですね、あの普段はアランシェフがすごくお料理頑張ってお客さんもあのにもご好評の声をいただくようになったんですが、その日に限りですね、その期間に限り、うちには気立てのいい女性スタッフがたくさんいまして、その女性スタッフだけで、お店頑張って、バー営業をしますので、おつまみになるようなものはもう事前にご用意しておきますので、ラクロワゼもサロンイナシュベも、ご利用ください。あのはしご特典も用意しておきますので、ぜひ皆さんお盆にお会いしましょう、ここ名古屋で。ではこのトマトのかき氷ぜひお試しください。セボンです。